皆さんこんにちは、ふされじんです。いつも動画を見に来てくださりありがとうございます。心から感謝しております。本日の動画は隠れ工房グリーンオーシャンさんで発売されている着色剤、カラリーのベルベットカラーを16色をご紹介していこうと思います。最後まで見てくださると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。今回モールドは、パーツクラブさんのハートの、カット面があるタイプのモールドを使用していこうと思います。はい、こちらは前回ご紹介させていただいた着色剤ですね。16色ご紹介していけたらなと思います。皆さんこちらの着色剤はお持ちですか？なんかどれも気になるので早く試したくて今日動画を今回撮っております。はい、ではまずはじめにフロックとリーフというカラーからご紹介していきます。レジン液はマサルの涙を使用していきます。前回はMI ママさんのものを使ってしまってすみませんでした。はい、今回はグリーンオーシャンさんのレジン液で作っていこうと思います。ベルベットカラーの色見本公式サイトですと濃く作ってあるので、今回私はあえて薄く作りたかったので一滴ずつ垂らして混ぜてパーツを作っていこうと思っています。不透明な着色剤との記載があったんですが、一滴だと透明感出るんじゃないかなって出てくれたらいいなと思いながら今回色見本を作っていきました。フロックの黄緑色のカラーですね、とても綺麗でした。カエルさんの色ですね。今回16色すべてにはパールが入っていました。白いパールが入っていました。で、一つの着色剤だけは特殊でゴールドのパールが入ってました。後ほどご紹介していくんですが、はい、一滴ずつですね混ぜた感じはこんな感じで、本当に綺麗な透明感が出ますね。はい、こんな感じで近くで見ていきましょう。パール感があります。で、今回は2分硬化しています。裏と表1分ずつですね硬化していきました。はい、こんな感じでフロックとリーフはとても綺麗な緑でしたね。皆さん濃い、よく着色剤使うときに濃くされますか、それとも薄く作られますか、どちらが好みですか？はい、続きましてはソーダとクラゲかな。はい、こちらソーダとクラゲというカラーですね。濃く作ると、確かに不透明になるんでしょうけど、一滴ずつだとクリア感出てくれないかなってちょっと願って作っております。願いを込めて願いながら、はい、クラゲですね。クラゲって英語でジェリーフィッシュでしたっけ、そんなことはどうでもいいんですけど、はい、クラゲの色可愛いですね。ソーダも
エメラルドグリーンってとても癒されますね。癒されるカラーです。どれもみんな白系のパールが入っています。こちらはクラゲのカラーです。どちらもなんか爽やかなカラーですね。夏向きというか、でも雪の結晶とかのモールドにこのカラーで作ったらすごく素敵だなって、キーホルダーとかにしたら素敵だなって思いました。近くで見るとこんな感じです。あえて綺麗に混ぜていません。はい、2分硬化してきました。あ、凝っちゃったあ、とても透明感があるというか、多分モールドとの相性が今回も良かったのかなって思いました。着色剤とレジン液とモールドですね。とても綺麗に仕上がってきてくれます。ありがたい着色剤ですパール系が好きな、方は本当にこちらの着色剤おすすめします。続きましてはティアとプラネットですね。こちら青系のカラーを作っていきます。ティアは涙色ですね。どんな色なんだろう。グリーンオーシャンさんってパール系のカラー出てませんでしたっけ。後で確認してみよう。なんか持ってる記憶がある。ミルキーカラーとくすみ系カラーと、あ、パール系カラーか、なんか持ってますね。ほぼほぼ全種類持ってたりしますね。いいんですけど、皆さんこういう色見本作る動画ってどうですかね。こう見るの好きですか率直に聞いてみたんですけど作る方はとても楽しいんですけど、見る側としてこういう動画は需要があるのかなとかちょっと疑問に思いながらも作ってみたりしているんですけど、作品作るのとまた違うのでね。で今は本当にサイト、公式サイトさんもそういう見本にすごく力を入れているので、あえてこうやって買って私がご紹介してもどうなんだろうって思ってみたり、公式サイト見れば一発で色わかるので、ちょっと考えてますね。はい、硬化が終わりました。なんか水色の涙綺麗ですね。プラネットもとても綺麗なカラーですね。パール系のカラーはとても綺麗です。水色とブルー、好みの人は本当にもう最高なカラーなんじゃないでしょうかねなんかテレビショッピングみたいになっちゃってませんかねはい、続きまして、ライラックとギャラクシーのカラーをご紹介していきます。
皆さんレジン液でやっぱりグリーンオーシャンさんでマサラの涙を使われてる方結構多いって聞いたんですけど、やっぱり皆さん使われてますかね。有名どころですもんね。本当に私もう少しサラサラしてる方が好きなので、マサラの涙はサラサラタイプのが好きです。今回はあえてこちらの普通のノーマルタイプのマサラの涙を使って着色しています。そう、このライラックとギャラクシーがとても似ていて、もうちょっと濃く作りたかったんですけど、平等にするために一滴ずつに抑えているんですけど、おそらくこの濃く作れば色の差は出てくると思います。今回はもういかにクリア感を出せるかっていう勝負で、なんか勝負までちょっと大げさですけど、はい、クリア感を出したくて一滴ずつ入れて様子を見ながら作っているのですが、はい、ライラックとギャラクシーに関しては、そうですね、ギャラクシーの方がちょっとピンク味の強い紫のように感じました。でライラックは青みがかったブルー、あ、ブルーじゃない紫ですね、うん、ピンク味が強いと思います。ギャラクシーの方は、自分でもちょっと遠くから見てみて改めて何が違うかっていうぐらいの差で、あんまり分からなかったですね。でもやっぱりギャラクシーの方がピンクっぽいと、ライラックの方が青みがかってるっていう感じでしたね。感じに仕上がってきました。多分角度によって差がちゃんと分かると思うんですよね。今回ちょっと上からしか映してないから、どうでしょう、ちょっと差が伝われば、画面から伝わってくれることを祈ります。あ、こうやると分かりますね、はい、ライラックとギャラクシーでした。で続きましてはウィンターというカラーとラブというカラーですね。ウィンターっていうカラーを1本持っていたら、パール系のカラー着色剤でなくても、こちら1本持っていれば混ぜていただくと、全てパール系のカラーに変わってくれると思うので、こちらは基本色だと思いました、ウィンターの方は。でラブの方はピンク系かなとも思ったんですけど、結構レジン液に混ぜてみると赤みが強いので、赤なのかなって、もう公式サイトをのカラーの色見本を見てみるとピンクなので、濃く作るとやっぱピンクが多めにピンクがこう際立ってくるのかなって思いました。私は一滴しか今回使っていないので、なんか赤系赤っぽくないですか見てて皆さんこちら画面から見てて、なんかピンクというよりかは赤っぽいかな思いながら今混ぜていると思います。でウィンターカラーには白の着色剤というよりかはパール 100% みたいな感じで、カラーは入ってないような気がしましたね、感じがしました。どうでしょうかね、こちら赤に見えませんかね、ラブの方で。ウィンターの方は本当にパールのみって感じではないでしょうかね、
はい、2分硬化してきました。見ていきましょう。わあ、素敵ですね。綺麗。うん、ラブというカラーもピンク、なんて言えばいいんでしょうね。なんかすごく不思議な綺麗な色ですね。でウィンターの方もなんか氷、凍ってるような、まあ、ニュアンス、がします。ちょっと近くで見せてください近くで見せてくださいって動画撮ってるんですけどね、撮った後のアフレコなので。はい、なんかラブはとても素敵なカラーでした。あ、ウィンターもですね、なんか中に吹雪があるというか、多分白い着色料は入ってないと思いますね。パール 100% みたいな感じで、とても綺麗、2つとも綺麗なカラーでした。はい、続きましてガラリと色味が変わりまして、こちらはチョコレートとコーヒーのカラーですね。もうチョコレートは普段から大好きで、あ、食べる方のチョコですね。あの、食べ過ぎちゃって吹き出物がよく出ますよくないですね、食べ過ぎちゃうのは。コーヒーは飲まないんですけど、カフェインアレルギーなので。結構私アレルギーあるんだ、そう思うと。まあそんなことはどうでもいいんだけど、そうだ、コーヒーもカフェインアレルギーだしな。その匂いとかはコーヒー大好きなんですけどね、飲めないんですよ。で、なんかノンカフェインのコーヒーを、どこかのそういうお店で飲んでみたんですけど、それでもやっぱりちょっと合わなくて、コーヒー匂いは好きなのになーって思います。チョコレート色、とてもなんか不思議なカラーでした。茶色でもなく、本当に、あ、チョコレートのカラーだなーって。それ、そこにパールが入っているので、とてもおしゃれなカラーだなって思いました。で、こちらのコーヒーのカラーにはゴールドのパールが入っているので、また雰囲気がガラリと他のカラー、着色剤とは違ったカラーでしたね。このコーヒーだけゴールドのパールでした。あとはみんなシルバーというか白いパールが配合されている着色剤でしたね。おしゃれじゃないですか、この2つのカラー。茶色にパールってすごい綺麗ですよね。なんか茶色といったら、なんかゴールドのパールが入ってる、顔料が入ってる、っていう着色剤しか見たことないんですけど、こちらのカラリーのベルベットカラーに関しては茶色、こちらのチョコレートのカラーにもホワイトのパールだったので、すごいおしゃれだなって思いました。で、コーヒーの方素敵じゃないですか。コーヒーもすごい気に入りました、こちらのカラー。紅茶とかカラーだんなかったのかなって思いました。はい、こちらはコーヒーですね。コーヒーのカラー、もうめちゃめちゃ綺麗ですね。なんかシトリンみたいなカラーですね。はい、続きましては、はい、こちらベルベットカラーですね。とラムネ。ビロード、ビロードってベルベットって意味ですよね。なんかビロードって聞くと、ベルベット、でなんか、勘違いなんでしょうかね。違ってたらすみませんもしかしたらこちらのビロードの深緑のカラーがメインなのかなとも思ってみたりしたんですけど、どうなんでしょうねはい、こちらはラムネです。
た爽やかなカラーですね。まあでも冬っぽいっぽさもありますね。ラムネといったらなんかお祭りで飲むみたいな。まあそういう概念は外していけたらいいなって思います今後。このビロードのカラーが本当に、ビロードとコーヒーが本当におすすめですね。先ほど紹介したコーヒーとこちらのビロードですね。ラムネはもう本当にこの雪の結晶のパーツを作ったりするのには最適なんじゃないかなって思いました。皆さん深緑とかってお好きですか？なんかよく私は緑に茶色を混ぜて作るんですけど、またそれとは違ったカラーですね。こちらのビロードっていうカラー、こちら おしゃれ、すごいおしゃれなカラーです。おそらくメインのカラーなんじゃないかなって思います。16色の中でですね。はい、硬化しました。2分硬化してきました。これ素敵じゃないですか、このビロード。もうラムネも素敵、綺麗。やっぱりカット面のあるモールドと相性がいいと思います、こちらの着色剤は。なのでカット面があるあのモールドに流してみてください。ぜひお持ちの方は、とあとこれからご購入される方は。なんでちょっと力説してみたり。はい、で最後はホエールとダークネスですね。こちらはクジラさんの色とダークネス、すごいですね。ダークネス、強い響き、なんかダークネス。クジラ色、皆さんクジラ見たことありますか？私はないんですけど、クジラって実際どんな色してるんでしょうね。ホエール、こちらはちょっとくすんだネイビー、くすみ系のネイビーですね。きっと濃く作ったらくすみ系のネイビーだと思います。でダークネスはあれ、黒に白いパールが入ってましたね。でも黒の着色剤の方が強く出てた気がします。なのでこのダークネスに先ほどのウィンターを混ぜると、より一層パール感が強くなるんじゃないかなって思います。ホエール綺麗ですね。やっぱりくすんでると思います。くすみ系のブルーもしくはネイビーですね。ダークネスも綺麗なカラーですね。何に使うかなって今考えています。黒の着色剤にパールが入ってる、何のパーツを作ったら合いますかね。何のパーツに、今思いつかないな。何だろう、黒か、何だろうな。こちらの、 クジラの方、クジラのカラーの方はいろいろ使えそうですよね。かわいい。黒、じゃあダークネスは何に使うかな。はい、硬化終わりました。ああ綺麗ですね、ホエールのカラー。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。でも
ダークネス、このブラックの方もめちゃめちゃ綺麗ですね。結構パール感も強めに画面からは映ってますね。実際使ってた時は本当に黒の着色剤の方が強く感じたんですけど、画面から見るとちゃんとパール感が伝わってますね。よかったよかった。こちらホエールはとても綺麗なカラーでした。なんか宝石みたいな輝きでしたね。もう本当にカット面のあるあのモールドとすごく相性がいいと思います。でこちらの2色ですね、コーヒーとこのビロードのカラーはちょっと濃く作ってみようと思ったので、なんならホエールも作りたかったんですけど、ちょっと型が2個、形が作れるのが2個しかないので、あまり動画が長くなっても申し訳ないのでね、十分このカラー紹介だけでもあのお時間、ね、かかってしまったので、私あんまり倍速にすることが好きじゃないのですみません。あの皆さんご自分で倍速にして見ていただけると嬉しいです。ありがたい幸いです。はい。で、今回3滴入れていきます。効果不良になったらどうしようってちょっとドキドキしてるんですけど、公式サイトには 2g のレジン液に対して8滴から10滴って書いてあったんですね。そうするとベルベットカラー、あの濃い発色しますよっていう風に書いてあったんですけど、ちょっと効果不良が怖かったので、もう3滴ぐらいに抑えてみました。でこう混ぜているともう明らかにサラサラなんですよ、レジン液が。なので、あ、固まってくれるかな、硬化してくれるかなって不安になりながら今作ってます。もう角できちゃったらどうしようとか、まあ、そしたら作り直せばいいんですけどね。すごいサラサラになりました。一気に1滴だと全然ならないんですけど、もちろん3滴入れたらレジン液が一気に緩くなりましたね。こちらのビロードなんか特にサラサラになってしまって、結構マサルの涙ってトロトロしてると思うんですけど、トロトロしたレジン液だと思うんですけど、もうこう見てくださると分かる通りすごいサラサラになってしまいました。レジン液が硬化するのだろうかすごく不安で今混ぜています。か作り直そうかななんて思いながら作ってましたね。でもまあ3滴でどうなるか、公式サイトは 2g のレジン液に対して8滴から10滴と書いてあったので、おそらく固まるだろうと信じて、はい、ライトに入れていきます。はい。で効果不良が怖かったので、両面2分ずつですね、計4分硬化しました。はい、ちゃんと硬化不良もなくベタつきもなく綺麗に硬化してくれました。でも公式サイトだと多分もっとあれですよね、着色剤を濃く入れてもっとたくさん入れてってことですよね。でもこれ以上は入れられないですね。でも十分じゃないですか、このビロードのカラー、ベルベットカラー、めちゃめちゃ綺麗なカラーですよね。惚れ惚れしました。はい、一番のお気に入りはこのビロードですね、深緑のカラーですね。もうクリスマスにはもってこいじゃないかなって思いました。はい、こちらは、はい、作ってきた、今まで作ってきたものを並べています。ちょっと下に引いてあるマットがあのベージュなので白にすればよかったなって思ったんですけど、ベージュで見づらかったらごめんなさい、申し訳ないです。はい、こちらウィンターのカラーですね。なんかとても綺麗なので、こちら1本持ってたらお手持ちのカラー剤に混ぜたら全てあのこういうパールカラーになるんじゃないでしょうかね。はい、私の一押しのベルベットカラーです。ビロードというカラーですね。のハートのカット面のあるモールドともとても相性が良かったです。もうクリスマスのアクセサリーこのまま作れちゃいそうですね。かわいい。
皆さんクリスマス用の何かコフレとか買われましたか？はい、こんな感じでちょっと長い動画になってしまいましたが、いかがだったでしょうか。はい、今回は薄いカラーを作りたくて一滴ずつ混ぜて、ベルベットカラーを作らせて、色見本を作らせていただきました。少しでも何かの参考になれたら嬉しいです。それでは最後まで見てくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。